シルトホルンは、スイス、ベルン州のベルナー・オーバーラント地方にある山で、標高は2970メートル。山頂からユングフラウ山山を、はじめ、200を超える、ミネミネの大パノラマが広がる。さらに、遠くドイツの黒い森やフランスのボージュ山脈まで見渡すことができる。山頂には回転レストラン、ピッツ・グロリアがある。このレストランは、 アクション映画007シリーズの第6作女王陛下の007のロケ地となった。建物自体が太陽光発電の力でゆっくり回転するので席に座ったまま360度の景観を楽しむことができる。ロープウェイが山頂まで開通したのは1967年。山頂は毎年1月に開催される世界最大級のアマチュアスキーレース。 国際インフェルのレースのスタート地点になっている。ピッツ・グロリアと隣接する展望台がある場所から北東に伸びる尾根に2013年夏からピッツ・グロリアビューと呼ばれる新しい展望台が完成した。回転レストランピッツ・グロリアと一緒にアイガー、メンヒ、ユングフラウの散々を一緒に撮影できるポイントとなっている。インターラーケンオスト駅から登山鉄道でラウターブルネミへ ラウターブルンネンからポストバスでシュテハヘルベルクシルトホルンケーブル乗り場の停留所で下車。さらにロープウェイでギンメルバルト、ミューレン、ビルクで乗り換えてシルトホルンへ上がることができる。ラウターブルンネンからロープウェイで中間駅のクリュチアルプへ上がり、さらに山岳鉄道でミューレン経由、シルトホルンへ上がるルートもある。車はラウターブルンネン、または シテヘルベルクまでアクセス可能。ありがとうございます。